中年オタッキーです。今日はね、ちょっとこのカメラいじってたんですよ。キャノネット QL19 なんですけどね。これのファインダー調整とかやってたら結構手間取って時間ギリギリになってちょっと焦って撮影してます。で、今日はね、今までちょっとフィルムテストをやってたんですけども、ちょっと一息置いてね、カメラレビューと行きましょうか。はい、このカメラ。これね。はい。EOS KISS 初代になりますね。EOS KISS 初代にね、当時の普及レンズ 3580F4 から 5.6 というね、安物のレンズ、多分マキエレンズなんでしょうけどね、をつけて撮ってきました。フィルムはね、コダックの WX を使ったんですけども、今回の趣旨はね、AE で、全部プログラムオートで撮ると。プログラムオートで全部撮って、この普及カメラ、安いカメラでどんな写真が撮れるかなというね、趣旨でやっていこうと思います。それでは動画、スタート。今回ね、使いましたこの EOS KISS 初代ですがね、どうやらこのレンズはちょっと古い世代のレンズになるみたいで、多分、EOS 1000S とか、その辺の時代のレンズになるみたいで、当時のね、マキエレンズ、このカメラが出た当時のマキエレンズ 2880F3.5 から 5.6、もう2になってたんだな。というレンズがついて販売されていたみたいですね。当時の価格なんですけど、89,000円。レンズ付きで89,000円。で、ボディのみだと59,000円だったみたいです。で、発売時期がね、1993年、平成5年9月ということになりますね。ダハミらしくのアイレベルファインダー採用して、世界、発売当時は世界最小最軽量を達成したオートフォーカス、マルチモード E35mm 一眼レフカメラであったということですね。ペンタブ搭載の TTL 自動調教制御、調光制御によるスピードライト、オートフォーカス機能ワンショット AF と動体予測 AI サーボ AF の2モード、露出制御は両有線 AE に加えて4種のプログラム AE モードと定点連動マニュアルといった中堅機種に匹敵する仕様と機能が世界最小ボディに組み込まれていたということなんですけども、フィルム9層の機構がちょっと面白いんですね、これね。通常は、よっと。まあ、フィルムをね、こう装填して、まあ、蓋を閉じるとね、チャカーンチャカーンって2、3枚このカラシャッター来て止まるんですけど、こいつはもう全部巻いちゃいます。一気にビャーンって全部巻いて、で、36コマ目から撮影開始という感じになるんですね。逆算式になります。モードはね、先ほども両流線モード、プログラムモード、マニュアル、深度優先 AE に加えて、全自動モード、ピクチャーエフェクトがついたんですね。お姉さんモードとかね、風景モード、マクロモード、スポーツモードと、ピクチャーエフェクトがついたということになりますね。で、軽量で、非常に軽量で撮りやすくて、ネーミングもキスということで、女の子向けかなと、いうイメージがあったんですが、これがね、もうすべての性別、すべての年代に大ヒットしまして、まあこの後のね、キャノンを、の運命をね、決定づけるカメラになったみたいですね。まあダハミラー式ということで、ペンタミラーはないんですね。ペンタプリズムはなくて、ペンタミラー式になるんですね。で、全自動モードにするとね、もう勝手にね、ストロボ撮影してくれるんですが、これがプログラムモードになると、ストロボは自動で、動きませんね。同じオートでも全自動モードとプログラムモードではちょっと違うぞと。で、露出補正はね、プラスマイナス2まで、2分の1ステップで刻めるというね、結構本格的な、AF 一眼レフカメラだったんですね。で、まあ、今回はね、難しいことは考えずに行こうかなと。今までね、僕がよく言ってたのが、体感露出でね、晴れの日だったら250分の F8 とか、まあそういう話をね、して撮ってたんですけど、今回はね、難しいことができない。もうこのカメラもともとね、そういう人のために開発されたカメラですんで、難しいことを、しない、ね、撮影をやってきました。全部プログラムオート、露出補正なし、で、
コダック WX でね、撮影してきたんですけど、WX は元々の感度が ISO250 なんで、250に設定して撮ってきました。で、標準の現像時間で現像してきました。まあ、WX のね、味が一番出るであろう感度。で、250で撮っても、プログラムオートで補正も何もしないんだから、まあ、露出に迷うこともないと。そんなわけで今日気軽にね、バシャバシャと撮ってきたんですね。ここから作例を紹介していきますけどね。まあ、ピントはもう合唱して当たり前なんで、露出がどんな感じで出ているのか、ということで、露出決定のその能力。あとは、その、250で撮った時の WX の調子とか、その辺もね、ちょっと注目しながら、ここから作例を見ていただきますかね。作例ですけどね。まあ、今回ね、わざとこのね、ややこしい色質になるようなところで結構撮っておりますが、結構ね、露出決定値はね、いい感じで出てると思いますね、このカメラ。まあ、このぐらいね、全部日が当たってるとこだったらもう露出当たるの、合うのは当たり前なんですけどもね、こういう場面ね、結構ね、いい感じで露出選択してると思います。このカメラなかなかの味付けになっていますね。で、一番驚いたのがレンズで、この当時のね、キャノンの普及レンズでね、ボロだと思ってたんですけど、まあ、プログラム AE で250ということでね、まあ、結構絞り込まれてるのもあるんですけど、結構いい描写になってますね。悪くないと思いますね。まあ、これが厳しい条件ね、例えば逆光でね、もろ太陽の光が入るとか、そういうことになってくると大きく変わってくるんですけどもね。これシャープに映ってますよね。結構いい感じで映ってると思います。で、フィルムの方はね、まあ、250で撮ったということで、コダックの WX の進化発揮ということでね、これ結構ね、ラチチュードもね、出ていますし、まあ、そのハイライトシャドウがしっかりしている写真でも、こうハイコントラストね、ハイコントラストには写真になっていますがね、しっかりラチチュードも出てます。これやっぱいいフィルムですね。まあ、250、最近言ってたのがね、増感現像とか減感現像とかなんかいろいろ難しいこと言ってましたけど、もうそんなこと難しくてできねえやっていう人はね、もう250でプログラムモードで全部撮ってもこの写真が撮れるとそんな感じのノリのね、作例になっておりますね。これ全部プログラムで撮って、まあ、こんな感じなんで、結構ね、誰でもいい感じで撮れるカメラじゃないでしょうか。はい、こんな感じなんですけど、このカメラね、やはりね、そのコンセプトは誰でも撮れると、もうプログラムとか全自動モードでバシバシ撮ってくださいというね、カメラなんですね。で、爆発的にヒットしたということで、とにかく台数が出てます。むちゃくちゃ売れてますね。まあ、ジャンクカゴに入ってるので、ボディ500円とかも当たり前です。結構ね、北村のジャンクのね、ジャンクカゴとかにたくさん入ってて、カメラの北村ナルト店さんでもね、このレンズもこのボディもね、結構、入ってると思います。で、今回使用したこのカメラは、どなたにもらったかも、たくさんの人にもらったんで、ね、多分ね、フリーマンさんからもらったボディだと思うんですけど、もうどれでもいいやみたいな感じで撮ってきたんですけどね。でね、最大のネックは電池だったんですよ。これ電池がね、ちょっと開けますけど、まあ、CR123A っていうね、ちょっと高めのリチウム電池でね、これがちょっとネックだったんですが、今回使用したのはこれ。じゃじゃん。中国のね、これ充電式の CR123A なんですね。で、CR123A、充電式の CR123A、実はね、3.3V と 3V の仕様があるんで、購入するときにちょっと注意が必要なんですけど、まあ、充電式なんでね、結構な回数充電して、リチウムイオンのね、充電電池なんで、結構な回数ね、充電して使えると思います。何百回単位で、使えると思いますね。で、価格もね、すごく安くてね、これ楽天で1300円ぐらいだったの、1600円だったかな、で、購入しました。送料込みでね。普通に買うとね、だいたい600円ぐらいなんですかね、1個ね。家電量販店とかで買うと、もうAmazonとかで買うともうちょっと安いでしょうけど、それをその通常の電池より安いか同じぐらいの価格でね、充電式の電池が買えます。まあ、それでもね、安いにはやっぱ勝てないなということで、電池のコストをね、考えずに済むということで、カメラボディもともと安いですし、まあレンズもね、安いのでも十分映るということで、このカメラおすすめになっていくんじゃないですかね。結構ね、その、物
欲を刺激するカメラではないんですよ。あの、廉価版ということで、マニア心はくすぐらないんですけども、今からね、そのフィルムカメラを始めていく人、これで十分なんじゃないかなと思いますね。電池が高いと思う人は充電式の電池を購入して、バシバシ撮りましょう。意外とね、壊れてない個体が多いです。僕もね、キッス結構な台数、見ましたけどね、壊れた個体というのはなくて、1台だけね、このね、このスクリーンがね、外れてないっていうのがありました。だからね、あの、確認としましては、やっぱ電池は持っていった方がいいですね。電池を持って行って、電池を入れて、老眼だと何にも見えない。よっ。で、レンズもつけてね、動くかどうか、電源、これ L のとこね、ロックのところは電源が入ってないんで、これを P とかね、のモードにして、オートフォーカスが効くか、シャッターは切れるか、ファインダーの中の、見た感じは正常かとか、そういうのをね、確認して買うといいと思います。ヤフオクでも結構ね、ゴロゴロ出てると思うんですけど、もうオークションで売ってもね、利益が出ないんでね、あんまり売ってないっていうパターンも多いかもしれません。とにかくね、ゴロゴロしてます。で、キスシリーズはね、1から6まであるんだったっけ？どれを買っても高性能です。どれを買ってもいいカメラだと思います。まあ、フィルムイオスね、フィルムイオスキス。今でもね、選択してね、それを選んで、写真を撮るっていうのは十分ありだと思います。軽量でね、女性にも扱いやすいし、初心者から上級者まで満足できる性能を持ってるんじゃないかと思います。はい、今日の動画はこんな感じでね、まあ、ちょっとね、中休みを撮ったんですね。フィルムテストばっかりだったんで、結局でもね、フィルムテストの要素が入ってて、まあ前回はね、あの、WX を400で撮影したんですけど、次回はね、250の作例、100の作例をね、紹介していくんですが、まあ250のね、作例をちょっと間に挟んで、250で撮ったらこんな感じに撮れるぞと、そんな感じの動画になりました。はい、で、ここからはね、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日の作品投稿、トップバッターはモッシーダディさんですね。作品コーナー、タイトル1枚目がね、日の光を求めて、カメラキャノン AV1 ニュー FD50mmF2、富士スーパー400か。フィルムは2006年に使用、期限切れのものです。約半年前に撮影し始めて、やっと現像できました。絞り有線カメラって面白いですね。ってことで、これね、2006年に期限切れの富士スーパー400ということなんですけどね、AV1 での撮影ですが、組写真なんですけどもね、やはり流浄感は出てあれあれですね。期限切れってことなんですけど、でもこれだけ写りゃ、まあ上等かなっていう写真になってますね。まあね、今流行りのエモい写真になると。期限切れフィルムの方がエモい写真狙えるというね、まあ、典型的な例であります。デジタルではこの写真はなかなか難しいと思いますね。なんかね、こういうエモいっていうね、のが流行っておりまして、まあ、期限切れフィルム美味しいんじゃないでしょうかね。よく撮れましたね。これ、この16年前のフィルムでね、モシラディさん、ありがとうございます。次は、ぼちぼちぼくちゃんさんの投稿です。中年おたき様、こんばんは。ぼちぼちぼくちゃんです。懲りずに投稿させていただきます。一昨年、戸棚の奥から30年前に他界した祖父の使っていたコニカ C35E&L が出てきたんで、白川郷へ行った際、持ってきました。その時に撮ったものです。タイトルは柿でお願いします。フィルムはコダックカラープラス200です。フィルムの価格が上がる要因しかない国際情勢ですが、なんとか撮り続けていきましょう。まだまだ寒い日が続きます。おたき様、体に気をつけてください。それではよろしくお願いします。ということで作品なんですけどもね、これね、こう、カラーネガでこの発色、やっぱりいいカメラなんですね。コニカ C35。ちょっと流浄感が出ておりますが、まあこれは200のフィルムなんで仕方がない部分があるでしょうか。発色はとても良くてね、コニカ C35 のレンズやはり良いですな。まあテッサーのコピーレンズなんでしょうけども、まあ良いものは良いですね。はい、ぼちぼちぼくちゃんさん、ありがとうございます。次はね、カメラオンさんの投稿です。お疲れ様です。カメラオンです。最近、リコーフレックスが光線漏れするようになり、ダイソーで、戸当たりの防音テープを買い、遮光しました。その効果を確かめるため、近所をスナップした写真2枚を投稿します。ちなみに遮光効果は大成功でした。タイトル1枚目、馴染みのビル。2枚目、これ、なんて読むんだろうな。なんて読むんだろうな。
骨折の門っていうのは、なんだろう、わかんない。リコーフレックス6、フィルムがアリサエディオ400を ISO 100でしょ。現在 SPD50% 希釈20度7分。スキャナキャノンスキャン8600F ということですね。で、作品なんですけどもね、アリサエディオやっぱり100で撮ってもいい感じですね。まあ、現像時間が短くなるんで、流上感はやや抑えられる感じかな。結構シャープに撮れてますね。これ100で使うの結構美味しいな。2枚目なんですけど、2枚目の方はね、ハイライトシャドウがね、かなり出てる部分でね、黒い部分なんですけど、結構ディテール出てますよね。このフィルム100で使うの案外美味しいかもしれませんね。はい、リコーフレックス6ということでね、66なんですけども、アリスタエディウルトラ400、私もね、920のフィルム持ってるんでね、ブロニー持ってるんで、また撮ってこようと思います。はい、カメラオンさん、ありがとうございます。はい、次はチュカメさんの投稿ですね。おたきさん、また投稿させていただきます。今回は今年の1月後半に撮影した割と最近の作品で、オリンパス OM-1 にジーズ以降オート W28mmF3.5 を装着して撮影しました。1枚目のタイトルロードスター、2枚目のタイトル俺の上に何人座っただろう。で、共にフィルムはロシア製のシルブラパンって読むのかな、これ160を使用し、現在機は SPD50% 規格20度19分で現像しました。結構長いね。デジタル化はいつものように X-E4 でのデジタルデュープです。これが読まれる頃、ロシアの起こした戦争が平和的に解決していれば良いのですが、ってまだまだ動いておりますね。でね、作品なんですけどもね、20度19分と現像して、まあちょうどいい感じですね、これ本当にね。で、黒い部分はね、シャドウ部分は結構潰れがちですが、まあハイコントラストなフィルムなんで、まあこれは仕方ない部分があるでしょうか。で、ボディのね、滑らかなところのね、階調が素晴らしく出ていると思う。このフィルムなかなかいいですね。2枚目もね、非常に解像度が高い、いい写真になってます。まあ、随行のね、28mmF3.5、まあ、名玉中の名玉ということで、そのレンズの高性能もあるんでしょうけども、非常に良い写真になっておりますね。チカメさん、ありがとうございます。次はガメラさんの投稿になりますね。1枚投稿です。おたきさん、こんにちは。視聴者の作品投稿します。タイトル、ジャンクション。撮影機材、チノン 35FMA。使用フィルム、コダックゴールド200。複雑に交差するジャンクションを下から撮影しました。ここは結構撮影に来る人も多い人気の場所のようですよ。ってことでね、作品なんですけどもね。ジャンクション写真、結構流行ってるんですよね。僕はちょっとモノクロの方が好みかなと思いますけど、これもなかなかですね。どこだったっけ？これどこかはわからないな。場所は書いてないんですけど、まあ、東京でしょうけども、非常に面白いジャンクションのこと。結構ね、ジャンクション写真流行ってて、撮る時間とかね、走ってる車を交えるとか、まあ、いろいろなパターンがあるんですけど、これもね、いい感じの写りになっていると思います。はい、ガメラさん、ありがとうございます。ここまでかな。作品投稿のコーナーはここまで。で、ちょっと番外編でね、草井光子さんからね、現像の調子を確認するような動画を送ってきております。D96 をアリスタエディ400で現像したサンプルを添付いたします。現像データは、ザ・マッシブ・デブ・チャート、を参考にしました。1枚目 GTX900 自動スキャン、アーサー200撮影、22度 7.5 分。データ通りで現像少なかった、現像時間短かったってことですね。2枚目 GTX900 自動スキャン、アーサー400撮影、22度 10.45 分、0.45 分多めで過現像。仕上がりはフラットな印象です。結構難聴に仕上がるようですね。アリスタ400には合ってるような気がします。ということでね、2枚なんですけど、1枚目は現像時間がちょっとと足らなかったかなということなんですけども、まあそこまではわからない感じですけど、結構難聴に仕上がるんですね。で、2枚目なんですけど、2枚目もね、非常に柔らかい調子に仕上がっております。柔らかい調子に仕上がっておりますが、流上感はちょっと出てしまうかな。まあこれは400のフィルムだから、ある程度はしょうがないですけどね。で、次の2枚、以下の2枚はアーサー400撮影で、ネガの濃度が高かったので手動スキャンとなります。いずれも AI ニッコル4386を使用です。ということでね、アーサー400で、これ22度 10.45 分で現像したのかな。で、2枚なんですけどもね、
これはね、手動スキャンということですが、まあまあいい感じになってますね。D96 で現像ね、調子は非常に良くなります。これ、クロート好みのね、柔らかい調子になるんですね。アリタエリウルトラはね、結構ね、コントラスト高すぎるっていうぐらい高いフィルムになるんですが、これ光の強弱もあるし、こんなに写真になるんだなってことで、くさいみつくさんね、先日の、動画でね、ライブで D96 と D76 をね、分けていただいたんです。私もちょっと D96 使ってね、アリタエリウルトラ400を試してみようかなとも思いますね。はい、くさいみつくさん、ちょっと番外編になりましたが、ありがとうございます。はい、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、 LP500S さんの俺のカメラですね。おたきさん、いつも動画楽しみにしています。俺のカメラに投稿します。カメラミノルタレポ S、ハーフカメラですね。毎日持ち歩くコンパクトカメラのハーフが欲しくて整備品を購入しました。このデザインとサイズ感、巻き上げがレバー式がお気に入りです。レンズフードはミノルチナ S のフードが取り付け可能で取り付けてみました。早速初モノクロフィルム想定して撮影してます。良い写真が撮れたらまた投稿します。よろしくお願いします、ということですね。追加説明、レンズは 38mm F1.8 大口径ピント目測式絞りシャッターのマニュアル姿、楽しいです、ということなんですけど、僕もねレポなら持ってってるんですけどもね、これね、3台絡めてミノルタ S、 これは全部レポなの？これ全部レポなの？いや、ちょっとわかんないな。上のカメラなんだろう、わかんないな。手前のやつがレポ S ですね。で、これがレポ S 単独の写真なんですけど、ライトバリュー式のねプログラムシャッターになるんですね。結構自分で調整するのは難しいです。露出がね、露出系が死んでるともうちょっとアウトになるんですけど、僕は山間でね、露出決めたりしますけど、セレン光電池のね、寿命が来てたらちょっと厳しいカメラになりますが、映りはね、非常に良いという評判なので、また作品ね、送ってくださいね。はい、それではね、俺のカメラのコーナーここまで。ここからはね、教えてオタッキーのコーナーになってまいります。はい、教えてオタッキーのコーナー。今日はね、ハンドルネームプリンさんの教えてオタッキーですね。ハーフサイズカメラペン EE についてご質問させてください。ペン EE、 レンズ設定&フィルムともに ISO100 を日中外で撮影するとすぐに露出オーバー、空が真っ白となります。そこでレンズ設定を ISO200 にするとだいぶ露出オーバーから解消されました。これはカメラ機材、のシャッタースピードが壊れているのか、それとも仕様なのか教えてください。最近フィルムを始めた超初心者です、ということですね。でね、オリンパスペン EE なんですけどもね、これ様々なトラブルが考えられますが、一番可能性が高いのはセレン光電池の劣化だと思いますね。セレン光電池っていうのはね、レンズの周りにサークルアイって言って窓があると思うんですけど、そこに光を受けて、で光を受けたら発電するんですね。で発電して針がビューンって上がるんですけど、その針の位置で露出を決定するわけです。で、針の位置が低い、光が弱いとシャッタースピードが遅い段階になったり絞りが開いたりする。で光が多いと針が上がってシャッター速度が速くなったり絞りが絞られたりするというわけなんですね。でもう古いカメラですので、セレン光電池が弱ってて、多分なんですけど、セレン光電池の電圧が上がらなくなっていると思います。ということでね、で対策としてはね、 ISO50 ぐらいで設定して撮ってみてください。でそれでもね、空が真っ白になるようでありましたら、もうセレン光電池は当てにならないので、マニュアルで撮るしかないです。でマニュアルはね、絞り位置のねダイヤルで撮ります。例えば ISO100 のフィルムを入れて、日中だとね、だいたい絞り22ぐらいで撮ったらいいんじゃないかなと思いますね。250F8 125-11 60-16 22ね、
晴天日中では、メモリが16か22ぐらいで撮るといいと思います。屋内になったらね、もう開放ぐらいでいいんじゃないかなと思いますけどね。3.5 だったかな、最初はね。そんなわけでね、まあ、古いカメラということで、多分セレコ電池だと思います。絞りが動かなくなってるんだったら、全部、絞り値を変えても、ISO を変えても全部真っ白のはずなんで、セレンコ電池だと思いますね。まあ古いカメラなんでしょうがない部分はありますんで、とりあえず50とか25に設定して、撮影してみてください。それでもダメならちょっと厳しいぞと。まあセレンコ電池はね、最初立ち上がりはいいけど、マックスの発電量が減るっていうトラブルが多いんですね。だからね、結局マニュアルで撮ることになるかもしれません。はい、プリンさんね、質問していただきありがとうございます。はい、今日の動画はね、こんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか？ちょっとバタバタとね、撮ってて。この間ね、飯食ってる時にね、激しく舌を噛んで、ちょっと舌が回ってないんですけど、痛くてね。そんなわけで、どうかわかんないですけど。で、オタッキーのね、英語字幕付きチャンネルの方もね、新しい動画も次々と出ております。まだね、訪問されてない方、高評価、チャンネル登録とかね、いろいろね、やってくださいね。チャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録お願いします。別チャンネルになっておりますのでね、海外の人にもね、オタッキーの動画を届けてフィルム写真をどんどん流行らせようと。で、フィルム写真が流行ればフィルムが売れて、フィルムの、販売が続く、エネルギーになるということで、ぜひともご協力をお願いします。はい、今日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。次の動画は、ニコン F4 でね、コダック WX を ISO100 で撮影した、動画になっていきます。さあ、どんな調子で撮れたのかお楽しみにということでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。